やっほー、こんばんは。おはようございます。どうも。今日本当はね、もうちょっと早く配信したかったよね。でも安定のこの時間になっちゃった。15分仮眠するつもりが1時間半しちゃった。気づいたら、よいしょよいしょ、もう安定。最近この時間からしかしてない気がしてるんだけど、メイクとかちゃんとしてるって。もうメイクしたまんま寝てた。もう本当に15分だけ寝ようって思って、別に布団とかに入るわけでもなく、もう横になるぐらい、横になって、じゃあ15分だけ、もうなんか眠かったからちょっとだけ寝よう。なんかで見たんだよね、眠い時は15分、10分とかでも寝るのが有効みたいな。だからそれをしようと思って、ちゃんとアラームとかかけて15分後に寝たんだけど、もう本当に記憶がない。気づいたら22時10分前とかで、多分1時間半寝た。皆さんはいかがお過ごしでしたか？あれあれ、翔一さん、アイラブユー、ありがとう。アイラブユー。もやし生活さん、めっちゃかわいい、ありがとう。今日は下手くそだった。ケンちゃん、 I love you、 ありがとう。ゆずきちさん、 I love you って私言った？I love you。 IKKO さん、掛け軸ありがとうございます。ありがとう。まだ全然眠い。全然眠い。でももう来てからね、1時間以上経ってるけど、眠眠ですね。眠い時にさ、15分だけ寝るって無理じゃない？だってもう眠さが限界で、限界で無理だって思って寝るのに、15分じゃもうどうしようもなくない？6月の幕張のツーショットで初めて会いに行きます、楽しみですって。あおね、楽しみすぎるね。それは9月楽しみすぎますね。22日撮ろうね写真。ワクワク。6月22日ってさ、まだだいぶ先って感じする。
もうだって誕生日も終わってるからまだ遥か先みたいな感じするけど、多分ねもうあっという間に来てると思う。もう気づいたらもうツーショット撮っとるもう次気づいた瞬間にはもう来てるって思ってるから。最近時の流れが早すぎて寝起きの声本当？今日いつメイクしたのっていつ？お仕事今日はすごい自分の中でタイムスケジュールをいろいろ決めてたのでなんかいろいろしてた。メイク必要なお仕事の前にしたそれがいつかっていう話よね。何時頃だろうあれは。13時とかかな。待ってちょっとのんびり読みすぎて時差ができとるかもしれん。あ、お仕事中？その時間で起きれるのがすごいって。そうでもお休みメール送るの間に合ったからすごいねよかったなんか寝落ちしてて起きた時に22時過ぎてたらもうメール送れない時間だったらちょっとした絶望を感じるのでよかったね今日は。待ってギフト読めてないかもしれん。 IKKO さん掛け軸ありがとうって言ったっけ。やばいやばい寝ぼけとるかもね。コーラさん I love you ありがとうございます。 I love you。 カズサさんも I love you ありがとう。眠そうな顔してるって本当むくんだかも。ヒューガヒャンさんも掛け軸ありがとうございます。ショウイチさんも掛け軸ありがとう。そう寝すぎるとね夜寝れんけんね難しいところ。でも今日は1時間半だから多分寝れるこれがもう4時間とか3時間とかなっちゃうと難しい。完売出てたねって。そうありがとうございます。また完売になってた。ありがとう。楽しみ。楽しみだ。ようちゃんさん、タコ10個ありがとう。ありがとう。そう、お話し会。リアルお話し会の広島2日間浴衣縁日レーンみたいなメンバーそれぞれが企画考えてそのレーンでするみたいなもうお祭りみたいな感じの2日間があって、あれ2日間ともだよね。 それはね何しようって考えてる。すごいね、普段できないことしたいですね。したことないことしたいな。やばい。
時差がある。そう、仮眠の、そう、今日はいい感じにタイムスケジュール組めてやってたけど、仮眠の時間だけはちょっとずれちゃった。うまくいかなかったです。確かにお魚ブームとのことだけど、好きなお魚料理あるのって。そう、めっちゃ最近魚ブームで、もう魚、日々魚のために日々魚を求めて生きてるんですけど、好きなお魚料理なんだろう。でも南蛮漬けが好き。めっちゃアジの南蛮漬け。魚の美味しさに気づいた。美味しいよね。今日はサバを食べました。大阪のリアルお話会申し込みましたって。嬉しい。大阪はあれだよね、三大賞だよね。三大賞、もう冬、サンタさんの季節、あっという間に来とるんかな。もう気づいたら三大賞来てさ、大阪で会っとるんかな。待って、時差、今広島のさ企画のとこ、ちょっと待って、追いつく。流しそうめんする。私のレーンだけずっと。いいじゃん。みんな待っとる、並んでくださってる間にみんな食べる。で、私がずっと流しとる。いいんかな。コーラさんめちゃかわいい、ありがとうございます。ありがとう。今日はちょっとウインクが下手くそかも。ミミズ好きよねって、割と苦手な虫ランキング上位におるかもしれん。うん、森の中とか歩いててさ、小さい頃ゾゾゾゾってさ、いたら割と叫んでた。この前にティフとか、暑い夏が来るってね、ティフ出演決定みたいな発表されてて、出演メンバーはねまだわからないんですけど、出れるかな。ずっと私出たいなって思ってて、もし出れたらめちゃめちゃ久しぶりなので願っとこう。お祈りしときます。だって最後に
なんか研究生の時に出させてもらったぶり、よいしょ、わお、なんですよ。もし出演できたら。見える？見える？これさ、あのティッシュカバーなんですけど、ずっと貼っとるんよね。シール、その時もらったシールずっと貼ってる。の初めて見せたティッシュカバー、ティッシュケース、4年前か。時の流れを感じます。匂わせって本当に分からん。本当に出演メンバーは後日発表しますって言われてるので本当に分からない。何人かとかも分からんしね。本当だ、オンライン、東京アイドルフェスティバルオンライン2020って書いてる。オンラインやったね、その時は。たくさん濃い1年にしたいですね。その大阪のサンタさんで会う頃には。ビルマさん、タコを10個ありがとうございます。タコタコタコ、とりあえずね、一番最短で、でも最短で話せるのでさ、幕張1ヶ月以上後だって、うん、ちょっと長いね。楽しみに待っておきます。そこを楽しみに頑張ろう。でもね、ツアーがね、ツアーがこれからいっぱいあるのでね、ここも、うん、もう今週末、来週、もう今週、ん？今週2日、来週3日、いっぱいだ。いっぱいだ。
かりはいけません。みやばい、永遠に猫ミームから抜け出せん人になってる。もう猫ミームの時代から抜け出せん人になってる。また待ってます。いつになるかな。幕張行きますハッピーハッピーやばいもうずっと猫ミームやっちゃうんだけど取り残されてる。ピルマさん、タコ10個ありがとう。香川行くけどど真ん中で練り歩き気づいてもらえないかもって。そう、練り歩きの時ね、もし気づいてなさそうだったら、恥ずかしくなかったりしたらね、呼んでほしい呼んでほしい、サヤカリンとか、なんかペンライトとかでアピールしてくださったら嬉しいかも。なんかね、見つけれなかったら悲しいので、そう、呼んでセカリンって言って、もう私の耳に入ったら絶対にそのあれじゃんもし周りもね、多分結構いろんな音で聞こえなかったら申し訳ないんですけど、聞こえたら絶対に、絶対にね、向くので、あ、でもどうなんだろう、確かに急に列の真ん中から叫ぶってなったら恥ずかしいかな練り歩き中、ペンライト分かりやすいかもね。結構。でも、スマホで撮影可能の時間、見送られ会とかの時だったら、スマホ持ってペンライトって持てるかな。そう、でもたくさん見つけれるように頑張ります。ビルマさん星10個ありがとうね。歩くルートとかも重要よね。で、その全部回れるように行こうってリハの時考えたり、あ、じゃあこう通ってこう通ろうとか考えたりしてるけど、なんか会場によってここの通路は通れないみたいな、この前は通れませんとか言って違うから、ちょっと頑張りますね
会場に行ってから。また計算し直す。計算。コーラさん星10個ありがとうございます。ありがとう。でも今回のツアーは練り歩きの時間が長いので、かつてなく長いので、うん、嬉しい。前までとかはもうどう頑張ってもその行けない場所とかも多かったから、時間が短かったりしたら嬉しいね。ビルマさん、タコ10個ありがとうございます。ありがとう。楽しみだ。え、練り歩きの時にステージの子を見ないの失礼と思ってしまうって、でも確かにね、ステージでも踊ってるからね。それはもう心の向くままに確かに一番最善とかだったりしたらあれなんかな、気にしちゃうよね。前もってステージからあの辺の席に推しが固まってるとか見てルート決めたりするのって、見えるときは途中、あ今回のツアーはね、ちょっと何がとは言いませんけど、あれだよねえ、くらどう、どこまでさ内容言っていいんかなあ、ネタバレ禁止。まあそうね、そう、あそこ行こうとか固まっててくださってたりあったらね。前回の配信で予告してた今年一焦った話をぜひって、あ、そうやん、前回配信最後にさ
予告しとったやん。あ、思い出した、次回予告して終わったのにさ。忘れてた、もうまた忘れてしまうところだったわ。もうなんかさ、そういう話ってさ、時間が経ったらその自分の中のさ熱量も、熱量っていうか焦った気持ちとかもだんだん忘れてくるじゃん。ちょっと頑張って熱量を上げて話しますね。アフェルマさん、星10個ありがとうございます。コーラさんも星10個ありがとうございます。多少持ってもろてって、じゃあちょっと多少持って話そうかな。じゃあ持って話すね。もうあらかじめ予告して、じゃあ話を、まあ7割ぐらいで聞いてください。3割持って話します。なんだったっけ、そう、お仕事で東京駅、違う、東京でお仕事があって、そのお仕事終わりに一人で東京駅を歩いてる時間があったんですよ。その時も一人で、ゴールデンウィーク中、期間中だったから、もう人とかもいっぱい多くて。コーラさん星10個ありがとう。すごい聞いてくれてるみんな。ほうほう、ふむふむ、うんうん。聞いてくれてる。で、人が多くて、で、その時に私の持ってたバッグが結構口が広めのバッグ、なんか閉じたりできないバッグだったんですよ。そこに、なんだろう、そんななんか上になんかタオル引いたりとかもするわけでもなく、普通にバンって財布とポーチととかお水ととか入れてて、充電器ととか結構もうバンバンバンって感じ入れて、もう口広めの大きめのバッグをパッて持って行ってたんです。それでなんか新幹線に乗る前だったから、何かしら買おうかなって思って、そのお店行って、ちょっとその買う前に財布をね確認しようと思って見たら、もう財布が見当たらなくて見当たらなくて、え、どうしようどうしよう、もしかして、え、結構もう探したのだから焦って、もうそのもう財布じゃないや、カバンの中身も全部ひっくり返してもう地面にね、こうひっくり返して並べて、その頭も真っ白になっちゃって、もうやばいやばいやばいって一人でね叫びながら、見ながらね、すごいもう焦ったんですよ。やばい、取られたかもって言って。誰ですか、私の財布を取ったのは誰ですかって言って叫び回ってたんですけど。そしたら。いや、で結局最終的にはもうポーチのなんか底
そこにありました。違う、ポーチが上に乗っかってて見当たらなくなってただけで、結局あったんですよね。いや本当に焦った、財布。じゃあ焦るんだなってことに気づいた。でもよくわからんことになっちゃった。よくわからん話になっちゃった。うん、でもあってよかった。うん、一人だったしさ、いろいろね、カードとかも入ってたから、うん、お財布の管理しっかりしようと思いましたね。それが今年一焦った話。コーラさん、星たくさんありがとう。タコもありがとうございます。ビルマさん優勝って。優勝やった。何に優勝したんだろう。やったやった。え、そう、あるものなくすんよね、私よく。あるんだけど、え、ない、どうしよう、なくした、ないってやりがち。もうなんかさ、持って話しますとか言って話し始めたから、え、どこ盛ろうっていうことに。どこ盛ったらいいんだろうって考えながら話したから、もうよくわからん話になっちゃった。まあ結局財布を東京駅でなくしたかと思ったらありましたっていうだけの話。全然大した話じゃないんだけど、なんで前回の配信の時次回予告とかしたんだろう。コーラさん、タワーありがとうございます。ありがとう。ありがタワーです。タコ読むの飛ばしたよって、どこの。え、飛ばした？ありがとう。ありがタワーです。また後日。後日お礼させてください。後日やばい、溜めちゃってる。ごめんね。ありがとう。たくさんありがとうございます。今日の予告はないのって。え、今日の次回予告？次回予告？え、絶対さ、もう自分の首を絞めることになりそう。もうなんか話ってさ、その会ってすぐ話さんと、もう気持ちも冷めちゃうじゃん。だから、あ、じゃあでも次回予告。今日話したかったことは、
今日、ある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 、最新情報、私の最新じゃあ私の最新プロフィール、プロフィール更新です。次回の次回予告最新プロフィールを更新します。それプラスやばい、どんどんハードル上げてる。プラス、なんか確認、事前の確認大切だなって思ったこと、もう話します。すごい気分が落ちちゃった話、小さなモヤモヤも話します。あ、58分、誕生を読ませていただこうと思います。ダダダン、13位デルピルロさん、12位フレミングの左手の法則さん、11位ジュンピーさん、10位もやし生活さん、9位ヒューガヒャンさん、8位イッコーさん、7位カズサさん、6位ケンちゃん、5位ヨウちゃんさん、4位ゆずきちさん、3位ショウイチさん、2位ビルマさん、そして1位はコーラさんです。ありがとうございました。パチ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 、ありがとう。そして明日基地の方はアキマンさんです。おめでとうございます。パチ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 。それじゃあ今日も一日お疲れ様でした。お疲れんりんでした。それじゃあね、私は今日思ったより1時間半寝ちゃったので